この試合放送席は佐藤義弘さん、そして関根勤さん、実況は田中大輝でお送りします。小田方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずは関根さん、はい、ノイリがこの初登場のメヒアに対してどう戦っていくかですね。メヒア ISK のチャンピオンなんですよね。ウェルターですね。ウェルターのチャンピオン、 すごい肩書きの選手を呼びましたね。さあそして佐藤さん、まあヨーロッパで名を馳せてきて、そして中国またはロシアなどでも勝ってきたというメヒア、楽しみですね。そうですね、去年の12月私も運営携わった名古屋大会でですね、はい、K1 の非常に強い選手をノエリがやったんですけど、もうそれに勝るとも劣らない強敵だと思います。さあ日本が誇るオールラウンダーが2階級制覇の第一歩です。ノエリ正明、ダビド・メヒアとの一戦。さあゆったりとリングの中に入っていたノエリ正明でした。パンチから膝へとつないでいくスタイル、まあ、トータルの能力はピカイチ。佐藤さん、このセンスに関しては素晴らしいものがありますよね。もうそうですね、彼がもう中学校というか見てますけど、もう天才ですよ。関根さん、今日放送席に座っていらっしゃる佐藤さんとも似ているとも言えるスタイルですよね。そうですね、もう自由自在に、左右の、ね、手足、あと膝、はい、もう本当うまいですよね。スタイルとしてはノエリと非常に似ているというふうにインタビューでは語っていたダビド・メヒア、24歳です。共にローを蹴り合っていきます。まず右のインローを蹴っていきました。この前距離感に関しては佐藤さん、いかがですか。もう今2人ともすごい勝負の距離で戦ってますよ。この距離ですか、はい、まだ共に打撃ではなく足を入れていきます。左の入りノエリ、今度は左のミドルを蹴っていきましたダビド・メヒアです。まあ、なんといっても関根さん、 ISK のチャンピオンですからね。そうですね。さあパンチつなげていきました。これは左のボディ入ったでしょうか。佐藤さん、今の連打はいかがですか。入ってますよ、よかったと思います。今度はメヒアが左のパンチをつなげ、最後は右のストレート、空を切りました。こういう距離感で戦うのってすごい辛いんですよ、お互い。でも世界レベルの選手って3分3ラウンドずっとこういう危ない距離で戦い続けるんですよ。ボディが入りました。圧力としては関根さん、ここまでノイリが勝っている、そんな雰囲気もありますが、今のところノイリがちょっと勝ってますけども、でもこのダビドも気が強いですね。下がりませんか、左のジャブ入れて左の、はい、返してきますよね。この辺りうまさがあります。じわじわとプレッシャーをかけていくのは日本のノイリ正明です。ローキックいいですよね。今日この試合を取ればウェルター級のチャンピオンマッチも残されるという可能性です。左のパンチから右のローでした。ノイリ今度は左、ペースとしては佐藤さんどうですか。ノイリのペースですか。お互いいいペースですよ。ただ余裕があるのはノイリですね。ノイリの方は余裕がありますか。まだそんな差はないんですけど、メヒアの方が必死な感じはありますね。この試合から4試合前、ベルター級のベルトをかけて久保とピケオンが戦いました。ピケオンは敗れて久保が防衛、そのあたりかなり気持ちが強いものが関根さんあるでしょうね。そうでしょうね。日本人無敗だったピケオンがついに敗れました。そのピケオンにも敗れているというこのノイリ正明です。今度は膝を入れてきます。30秒を切っている第1ラウンドです。ノイリのこのももへの膝がかなり効いてきていると思いますよ。効果的ですか、はい、左のボディフック。さあ今度前に出始めます。第1ラウンドはあと10秒を切ります。膝からの連打、最後は左のローキックでした。ノイリ余裕があるというような雰囲気も伝わってきます。さあスーパーファイトの予選、まずは第1ラウンドを終えたノイリ正明です。佐藤さん、第1ラウンドを終えてみてのノイリの評価はいかがでしょうか。今日はなんかノイリは入場の時からすごい表情がなんかこう穏やかな感じがして、なんかもういつも以上に冷静なのかなって思いますね。もう何か関さん、ゆったりとした雰囲気も感じますよね。やっぱりドシッとしてますよね、構えがね、もうね。一方で佐藤さん、初登場のダビド・メヒアの印象を教えてもらえますか。はい、ダビド・メヒアもパンチ打ち出すとこう3発、4発、5発つないでからローキックとかまで行くんで、はい、あんまりこうその場で食らい続けると結構危ないんじゃないかなと思います、ね。はい、スペイン出身のオーソドックスタイルのファイターです。174センチのオールラウンダー。一方、日本のノイリ正明も175センチ、身長差はそれほど変わりません。スタイルも非常に似ているというふうに両者は語ります。あとはノイリ選手がね、はい、いつ膝を出すかっていうのね、先ほどじわじわと効いてましたよね。ボディに膝がね、ドーンとこうね、顔面にも届くんですよ、ノイリ選手の膝は。
さあ第1ラウンドを経ての第2ラウンドです。前を図れたはずです。野利雅彦、そのセンスを見せてくるか。この第2ラウンドの3分間距離を縮めていきます。この膝です、佐藤さん、今の膝ですよね。そうですね、普通あのこのぐらいまで近くまでになると KO ってあんまできないんですけど、ノイリーはどんな距離からでも KO できるんですよね。はい、誰もが憧れる惚れるセンスを持っています、ノイリー正明です。右のボディを入れたノイリー、頭を近づけながら細かいパンチから左の膝が入った。負けじとダビド・メヒアも応戦。今メヒアのパンチ一発入りましたよ。メヒアも打たれたと必ず返してきます。いや、いい選手ですよね。近年は中国のクルクンファイト、そしてグリーンフーでも活躍してきているというダビド・メヒア、24歳です。日本初登場、初めて K-1 の世界にやってきました。あのマサトさんに憧れて、世界の皆さんに自分の名前を知ってもらいたいとこの K-1 のリングにやってきた24歳です。まあ、ここでノイリを倒せばね、世界中に名は轟くと思いますからね。そうですよね、この K-1 の世界でもウェルター級のチャンピオンを狙っているというダビド・メヒア。さまに出たノイ、コーナーに追い詰めて右のボディストレート、右のジャブから狙っているか、左のハイ、三日月ですね。今あ三日月ですね、膝を使いながらメヒアを前に出てきます。関根さん、第1ラウンドとは印象は違いますか？少しね、激しくなってきましたね。より距離が近くなりましたよね。より距離が近くなりましたか、はい、右のハイを入れる、ボディからパンチをつなげていって連打、顔面はガード硬いですね。あとメヒアの格好になりました。ここは圧力を持って仕掛けてくるというダビド・メヒアです。日本が誇るオールラウンダーがヨーロッパの実力者を迎えての一戦です。この一戦を取ればウェルター級のチャンピオンマッチ、タイトルマッチも見えてくるという野入雅明。このリングの向こうに久保が待っているはずです。第2ラウンドも1分を切ってきます。まだ両者ともに完全な攻略法は見えていないでしょうか。膝を入れてからの連打、そしてメヒアも返してきます。さあ佐藤さん、このリズムをどちらが先に変えるかですよね。そうですね、お互いでもスタイルが結構似てるんで、はい、もうあのこういうずっと攻め気合が見られそうかなと、はい、第1ラウンドよりはより距離が近くなったという両者の距離感です。さあ20秒を切ります。第2ラウンドです。残す力で決めに行こうとするかノイリ、そうコーナーに追い詰めます。ただ戻してくるメヒアです。10秒切ってきます。頭をつけながら左のフックは大きく外れ、さあ連打、左のハイで決めました。聞いていないというような格好でしたダビド・メヒアです。ノイリとメヒアの一戦はさあファイナルラウンドへと向かっていきます。佐藤さん、メヒアも必ずノイリに打たれた後は返してきますね。そうですね、あの2ラウンド目はちょっと距離が近くなりすぎた感じはありますね。あ、距離が近くなりすぎましたか、はい、お互いの攻撃は殺せるんですけど、自分の攻撃も生きない距離に今2ラウンド目はそういう距離が多かったですね。関根さんはこのノイリの頭の中どういう風に呼ばれますか？なかなか崩せないなっていう感じは今してると思うんですよね、ガード硬くてね。だからまあ3ラウンド目にどういう作戦を変えてくるか、はい、ノイリはあの手の内がやっぱり広いですから、引き出しは多いですよね。引き出し多いですからね。3分3ラウンド、そして延長1ラウンドというこの一戦です。ノイリはもうめちゃくちゃ頭使って試合すると思うんで、2ラウンド目にああいう風に距離近めにして、はい、3ラウンド目一気に決めにかかる可能性あります。第1ラウンドはこの第3ラウンドの伏線の可能性がありますか。ノイリ飛び技がありますからね。ファイナルラウンドに入ります。引き出しの多さは天下一品。 K-1 界トップクラスのノイリ正明、最終第3ラウンドダビド・メヒアを迎えての一戦です。メヒアも打ちに来ます。右か左、左のハイ、これは空を切りました。メヒアのキックです。攻撃の切れ味はノイリの方が上かなと思いますね。重さはどうでしょうか。重さはあの同じぐらい、あのメヒアも十分重いですよ。関根さん、スピードはノイリと見ますか。そうですね、打ち返しますよねメヒアは、負けてはいません。さすがね、やっぱりチャンピオンだけあるね。 ISK 世界ウェルター級チャンピオン、ベルトを持つプライドがありますダビド・メヒア、24歳です。右のミドル。第1ラウンド、第2ラウンドでデータを取ったのはノイリ。さあどうそのデータを駆使するか。連打ちょっと効いた、
佐藤さん、ノイリーらしさ出てきたんじゃないですか。あの一気に圧力を変えました、ね、聞いたか、一瞬よれたような格好になりました。ダビド・メヒア、関根さん、チャンスは来てますね。あそこ行ってほしいんだよな、ノイリー選手。ただこの辺りは体を近づけてうまさがあります、メヒアです。ここから飛び膝とかも、ね、ありますからね。左のストレートを入れます。足を使ってからの上半身の動き、パンチへの連動に関しては素晴らしいものがあります、ノイリー正明。さあ、まもなく最終第3ラウンドも1分半を迎えます。ミヒアはやや苦しい表情になってきましたね。表情変わってきましたか。攻撃はいいですけどね。66戦戦って56勝、 KO 率は 40% 近いというダビド・メヒアです。一方ノイリーは50戦戦って40勝、 19KO という素晴らしい数字を残しています。取りたいタイトルを取ってきたノイリー正明、スーパーライトのベルトを返上してから1年半、ウェルター級に転向しての一戦です。これを取れば次はウェルター級のタイトルマッチが見えてくるはずです。さあ1分を切ってきます。佐藤さんはここまではどうですかね、この試合どちらが優位と見ていますか。余裕が見えるのはノイリーなんですけど、そのまだ決定的なポイントっていうのはない気がしますね、はい。関根さんも同じ考えでしょうか。あ、さっきちょっとぐらつかせたんで、されたコーナーに追い詰めた。左ストレート、左のボディ。3ラウンドはノイリー有利じゃないかなっていう、今佐藤さん聞いてますかね。これも左のボディストレート聞いてますね。さああと30秒切ります。止めきれるかノイリー正明。ここで追い込んでほしい。だいぶ体消耗してると思います、ダメージはあるはずです、ダビド・メヒア。ただ蹴り返してきます。さあと15秒、右のフック追っていきます。10秒切る、追っていくノイリー正明。パンチを連打から左のミドル、膝を使って最後は連打で終えました。3つのラウンドが終了してノイリーが少し首をひねるようなシーンがありました。ノイリー正明とダビド・メヒアの一戦、スーパーファイトでの一戦は判定へと持ち込まれることになりました。最後佐藤さん、少しノイリーが首をひねるようなシーンがありましたが、あれはどういうふうにご覧になりましたか。まあ、もっと圧勝したかったんじゃないかなと。もう3ラウンド目中盤からはもうノイリーペースだったんですけど、メヒアもガードは硬かったですね。ガードが硬いですか。やっぱ体がやっぱ頑丈ですね、世界の選手は。まあ、そして関根さん、やはり ISK のチャンピオン、うまさ、試合巧者というのもメヒア伝わってきますよね。そうですね、やっぱりね、頑丈じゃないとね、ある程度チャンピオンになれないんですよね。さあ、メヒアとノイリーの一戦判定です。日本のオールラウンダーか、それともヨーロッパスペイン出身のメヒアか。30対28、アカノイリ。まずはノイリジャッジ水谷、30対29、赤の入り。ジャッジこれも赤の入り、30対28、赤の入り。以上、判定3対0、判定3対0で、ノイリーが見事勝利しました。ノイリー正明、判定ではありましたが、K-1 初参戦ダビド・メヒアを下したノイリー正明でした。さあ、これでウェルター級で一つまた結果を残しました。佐藤さん、次なる目標が非常に楽しみですね。そうですね、去年の12月にハッサントイという強豪に勝って、はい、今回もダビド・メヒアという、ね、強豪にも勝って、もう世界レベルの選手2連勝してるんで、はい、次はなんか面白そうなカードが見れそうですね。どうですかね、ウェルター級のベルトを持つ久保との対戦というのも考えられそうですか。そうですね、ぜひ見てみたい気はしますけど、久保選手の今後の動向がちょっと僕は気になってるんですけど、ね、そうですよね、はい、関根さん、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、やっぱり資格あると思いますよね。あとはピケ王との再戦も見てみたいですね。なるほどね。まずはピケ王と戦ってから、その後久保というストーリーも考えられますか。そうですよね、今ようやくの笑顔ですが、関根さん、納得していないという雰囲気も伝わってきますね。そうですね、だからやっぱり肌を合わせてみて、この程度の選手は KO しなきゃいけないんじゃないかって自分で、はい、反省してるんだと思いますけどもね、でもやっぱりしぶといですよ、チャンピオン。そうですね、さすがは ASK 世界ウェルター級チャンピオン、ダビド・メヒアでした。
相手に粘られる中で最後判定3対0勝利というノイリー正明でした。さあ次なる夢はウェルター級のベルトへの挑戦です。ノイリー正明、次なる挑戦へ向けての準備は整いました。